デモクラシータイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。東京ではすでに桜も散り始めましたけれども、とても寒い日が続きました。もう寒いのはこりごりと思っている方も多いのではないでしょうか。さて、今週も日刊現代で1週間を振り返っていきたいと思います。今回の担当はスポーツ編集部長の森本圭司さんとニュース編集部の小畑源太さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずは小畑さんにお話をしていただきましょう。豊洲でとうとう死亡事故が起きてしまったということですね。そうなんですね、はい。これは8日の未明のことなんですが、死亡事故自体はですね、はい、実は一部報道でも以前に報じられていて、その時はターレから振り落とされた、ターレっていわゆる小型のトラックなんですけれども、はいはい、そこの荷台に乗っちゃっていた方がいて、そこから振り落とされた方も実は一部報道で亡くなられたと、はいはい、結構カーブがきついですから、ね、そこで振り落とされるっていうことですよね。そうなんです、はい。で二度と起きてはいけないようなことなんですが、うん、はい、今回は、いわゆる、エレベーターでの事故、はい、が起きてしまったということなんですね、はい。そのこれもターレに乗っていてですね、ドアに挟まれ、頸椎と顎の骨が折れると、はい、相当な重傷で、はい、大変な事故だったんですけれども、あそこのエレベーターというのはですね、かなり大きいと言いますか、はい、なんて言ったら畳4畳とか5畳ぐらいの、はい、当然ターレが3台ぐらい乗るようなことなんで、はい、そういう大きさなんですが、上から下にこうドアが降りてくるような、こうじゃないんですね。そうなんです、こうなんですね、はい、そうなんです。でこれはなんて言うんでしょう、実は結構エレベーターでの事故っていうのが起きていてですね、はい、実は以前記事でも指摘をさせていただいたんですけれども、はい、結構目立っていたようなんですね。でなぜそういう事故が起きてしまうかというとですね、なんて言うんでしょう、いわゆるエレベーターに乗りたい皆さんいるんですけど、はい、まあ急いでるわけですよね、はい、そうですね、はい、まあ、1分1秒と気が焦りますからね、エレベーターに乗るときっていうのはね。で、はい、当然まあ市場ですから、はい、みんなこう急いでこう物を物流に乗せてっていうことをやっていかないといけないので、はい、どうしてもやっぱこう急いでしまうというようなところがあると、はい、で今回その急いだことが原因なのかはっきりとは分からないんですけれども、うん、まあ、おそらくその、まあ、閉まりかけているところのドアなのか、はい、開きかけたところにこうガーッと行ったのか、はい、まあ、閉まったのか、挟まれたっていうことでしたから、そう、まあ、そう急いだことが原因だったのかなという感じもするんですけれども、うん、まあ、以前指摘した時もですね、要するに、そもそもこの建物の構造自体、はい、これで本当に良かったのかというような指摘をさせていただいてまして、はい、要するに築地はですね、いわゆるその上下動するような動きがほとんどないんですね、はい、ないですよね、当然、はい、平べったいでしたからね、市場なんで、はい、非常にそのあたりはエレベーターに乗らなきゃいけないとか、はい、例えば今豊洲市場にあとターレスロープっていうのがあって、そのスロープをこう遡っているような、はい、登っていくのに、はい、そういったものもまあなくはないんですけど、まあ、はい、そんなに多くはない、そうですよね、まあ、そのほど必要性としてもあまりなかったというか、そうなんです、そうなんです、はい、だから全然環境が違うということもあって、はい、おそらく、まあ、まだそういうなんて言うんでしょう、市場の運営に慣れてないような方もおそらくいらっしゃるんじゃないかなということなんですね、はい、うん、で東京都もそのエレベーターのシャッターの事故が多発しているということを把握していてですね、エレベーターの前にこう張り紙をしてるんですね、はい、一時停止してください、で、まあ、シャッターによる重大事故が発生してますと、はい、でエレベーターの降りは慎重にしてくださいねというようなことをしていたんですが、やはりちょっと防ぎきることができなかった、で、まあ、その当然その築地と豊洲の違いっていうところもあるんですけども、あと急いじゃうっていうのもあると思うんですけども、はい、そもそもその何て言うんでしょう、東京都はこういう築地と豊洲と全く違う構造の市場に移るにあたってですね、うん、事前にじゃ例えばターレはこれぐらいのスピードで走りますよねとか、はい、人はこういうふうに動きますよねとか、はい、トラックはこう動きますね、フォークはこう動きますねとか、うん、そういう検証をしてきたのかどうかっていうことが問われるんじゃないかなと思ってまして、はいはい、おそらくそんなに
やったような形跡は見えないと、うん、でもちろんしっかりやっていればこういった事故っていうのがですね防ぐこともできた可能性があったのではないかなというようなところなんですね、うんはいうん、こういうことがあるとまた今後、ね、こう改善とかがね、こうやっぱりこう我々としては期待するところですが、そういったお話とかはあるんですかね。基本的に注意喚起をしていくと、はい、じゃあ今の現状のままであとの皆さんの立場意識を変えてくれ、ね、ということになるわけです ね, ですね。だからまあある意味市場の業者の人たち頑張ってねっていうような態度といった感じですかね、はいまあ、要するに何て言うんでしょう、そのガラッと抜本的に変える方法ってもまあないじゃないですよね、はいうん、じゃあエレベーター使うのやめてくださいってなったらそれはもう大変なことが始まりますから。大変ですよね。それ大変ですもんね。そうなんですね。だからまあそういう事態が起こりうるよね、はい、ということを本当は事前にちゃんと検証して備えておかなければならなかったと思うんですが、はい、まあそれが不十分だったのではないかというような、はい、指摘もありますね。そうですね。ただでさえこう、はい、場所が変わって、やりにくくなってそうなんです、ね、っていうところで、さらにこういった事故とかが起きると、もうやっと慣れてきたけど、ね、またさらにまた意識するポイントが増えるのかっていうことになると、ちょっと中で、ね、働いてらっしゃる方にはこう厳しいかもしれないですよね。難しくなってきますね、はい、続いての話題ですが、スポーツです。おっと思った方も多かったのではないでしょうか。大船渡高校の佐々木投手、163キロ出ましたね。僕も映像で見ましたけども、はい、確かにめちゃめちゃ球が速くてですね、はいしかもその球がただ球が速いだけじゃなくてボールにキレがあって、うん、で変化球もいいと、で制球力もいいと、はい、でフォームもすごいこうダイナミックでですね、はいまあ、プロのスカウトがですね、みんなもう火の打ちどころがないということで、はい、その巨人のスカウトなんかはですね、今すぐプロ野球に入っても、うん、その球の速さ、球のキレ、完成度は要するに3本指に入ると。3本指に入るっていうぐらい、まあ、プロのスカウトが絶賛するですね、はいとんでもない、まあ、怪物といっていい投手がですね、はい現れたのです、ね、顔もいいんですよ。そうなんですよ。非常に、ね、背も大きくてそうなんですよ、スラッとしててですね、キリッとした顔で人気が出そうな出ますね、いう、まあ、佐々木投手というのもね、はい、だから選抜後に突然、まあまあ、名前は知られてはいたんですけども、ねはい、先週その U18、18歳以下の高校日本代表の合宿があって、まあ、その日本代表候補に選ばれた合宿でですね、163キロっていうまあ高校史上最速のスピードをマークして、はい、一気にこうメディアでも取り上げられるように、はい、でふとですね、はい、あれと思ったのがですね、まあ、これ大船渡高校、岩手県出身の、ねはい、佐々木投手は子なんですけれども、はい、岩手県といえばですね、まあ、大谷翔平、はい選手も、はい、で今マリナーズで活躍している、はい、菊池雄星選手も、はいまあ、みんな岩手県出身で、いい目の付けどころだなと思いました、うん、この記事は。で非常にいいと思います。それで、まあ、この10年間にですね、まあ、大谷選手ももちろん菊池雄星選手もですね、はいまあ、高校時代からですねとんでもない怪物だというふうに言われていて、はいねはいまあ、今メジャーでやってるわけですけど、うん、その岩手県というですね、県にこの10年で3人もその怪物と言われるね、はい、投手がなんで出てきたのかということを、まあ、素朴な疑問として、まあ、思ってですね、その原因を探ってみたというのが、まあ、今回のこの記事なんですけどもね。でまず、一つはね、その性格、県民性、うんに着目して、はい、県民性研究の第一人者のですね、矢野真一さんという方に、はい、まずお話を聞いたところ、はい、岩手県の人っていうのは普段は物静かなんだけども、うん、こう何かあった場合ね、瞬間的にものすごい大きな力を発揮する傾向があると、はい、県民性でね、はい、で以前そのテレビでですね、こう袋にリンゴをいっぱい入れた人がわざと信号待ちの時にリンゴをこぼすと、はい、そしたらですね、岩手県の人たちはみんなその一斉にそれを走って拾いに集めて、わあ大変、はい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 っていう感じですね。っていうような、まあ、すごい、まあ、もともとそのおもてなしというか、まあ、すごい親切な、うんはい県民性があって、はい、そのなんかこう目標に向かってね、一生懸命努力するというのが、うんまあ、一つ特徴としてあると、はいいう話なんですね、うん、でもう一つ今度職文化、はい
調べてみたらですね、その総務省 あの家計調査っていうのがあるんですけども、それによるとあの岩手県はですね、わかめ昆布の消費量が全国1位、うん、はい、で当然、まあ、魚介類をよく食べて、東北に限れば豆腐の消費量も1位らしいんですね、うん、で、まあ、これがその、怪物が3人ですね現れたのにつながるのかなと思ってですね、今度あの横浜創英短期大学の、はい、管理栄養士が専門の則岡教授に話を聞いてみたら、はい、やっぱりこの今あの挙げたですね、わかめ昆布豆腐、それに野菜も含めてなんですけども、この筋肉の発達にね、あの非常に必要な栄養素だと、はいはい、でそれをやっぱり多く取ってるっていうことはやっぱりその骨とかカルシウムも体の成長の、はい、まあ、を促すということで非常にいいことじゃないかと。で確かに大谷選手もですね、はい、190センチを超える、まあ、大柄な体で、はい、佐々木投手もですねそれに近いサイズの、はい、体の体格なんですね。そうですよね。はい、でまあそこにもまあ秘密が1個あるんじゃないかなと。でさらにですね、いろいろもっと調べてみたらですね、実は岩手県って体育系のね部活に、をしてる生徒の数がですね、はい、全国1位なんですって。で男子中学生100人あたりに、はい、軟式の野球部に所属してる数が全国2位と、はい、いうんで、まあ、あの地、なんだろう、あんまりあの大きくないところなんですけども、はい、あのスポーツをやってる割合が非常に密度が高くて、はいはい、で野球も盛んだと、ね、いうようなことでですね、まあ、いろんなことがまあこう複合的に重なり合って、うん、こういう3選手がですね、生まれたんじゃないかなというのが、まあ、一つちょっと答えとして見えてきたという記事なんですけどもね。確かに岩手って、うん、あの魚介というかもうすごく豊富じゃないですか。そうですね。でね、でリアス式海岸で、うん、やっぱり岩手独自の、まあ、魚介というかね、そうですね、あるじゃないですか。シマンボウとかね、岩手で初めて食べました。あ、美味しかったですけど、なんかあそういうのが普通に取れるんだと思って結構感心したんですよね。あ、マンボウのこと書くの忘れましたね。すいません、今言っちゃって。もしかしたらマンボウかもしれないですね。だから山は山ですごく、うん、あのスキーとかもすごい盛んなわけだから、山もすごいあるわけじゃないですか、うん、でね、だからそういった農作物もすごくたくさん種類があって、寒暖差が大きかったら、ね、野菜も美味しいですし果物も美味しいですし、であるとやっぱりすごくあの食生活としたらすごくありだと思います。やっぱあとは大谷選手も菊池選手もそうですけども、取材しててもあれですけど、やっぱり非常にこう誰に聞いても真面目でね、うん、まあ、純朴な感じがして、あ、はい、まあ、大谷選手はね、今までここでも何度か話しましたけども、本当にもう野球以外何の興味もない、はい。もうあのまあ、悪く言えば野球バカですけど、 それをすごくいい意味としてね、こう捉えていただければ。食事、お酒、女性、はい、なんか普通のプロ野球選手がですね、うん、興味のあるようなこともですね、はい、全く興味なくて、先輩にお酒飲みに誘われても、いや僕練習しますんでって言って断っちゃうような、ね、はい、まあ、そういうなんか真面目な ね、 そうですね、はい、人間性というか性格もね、うん、なんとなくこう、はい、共通するところがあって、はい、まあ、そういうのもこう野球選手として、はい、まあ、スポーツ選手、アスリートとしてこう、うん、大きく花を開かせるね、はい、まあ、一つの要素なのかなという感じはしますよね。あとやっぱりその岩手県で、あの、まあ、多分、甲子園の優勝とかないんですけど、うん、こうやって菊池雄星選手とか大谷選手とかっていうビッグネームが出るっていうことに、こう岩手で野球をやってることしてものすごく自信になると思うんですよね。そう、相乗効果もこれからありますよね。絶対ありますよね、うん、で、ああいう人が出るんだからこの練習で大丈夫なんだっていう、うん、こう自信がすごくいい効果を生むということもあるかもしれないですよね。どっちかというとね、ちょ昔はその東北、うん、の選手はなんとなく草刈り場だったし、逆にね県外からこう来て野球の強化のために大阪とか関東から行ってっていうような感じがありましたけども、まあこの3人はいずれも地元の出身の子ですしね、これ確かにその相乗効果として、あの岩手県全体の野球のレベルも上がっていくでしょうし、結局あの運動神経いい子がどんどん野球部に集まるんですよ。そうですね。でそうするとその中でまた戦いになるんで、よりいい選手がこう
出てくるっていう感じでしょうかね。またこれからね、向こう10年、はい、そのね、大谷選手、菊池選手、佐々木選手に影響されて、はい、そうですよね、またね、彼らに並ぶような、はい、新しいその金の卵というか怪物がですね、はい、どん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 出てくる可能性っていうのはありますよね、うん、そうですね、うん、楽しみですね。岩手県に注目です。さて続いての話題ですが、自民党式の恫喝動画が出てきました。小畑さんお願いします。はい、そうなんですね、はい、これ実はかなりネットで大きく話題になっていたんですが、動画が撮影されたのがですね、はい、まあ今月の4日ですか、のことなんですけれども、7日に静岡県議選が投開票されたんですが、はい、その選挙中のことなんです。で、実はこれ恫喝まがいのことをやっていて、その動画の中で、はい、そのやっている人物というのが、まあ、自民党の御殿場の市議会議員の方なんですね、はい、うん、で、高橋康奈さんという方なんですが、はい、実際その恫喝をされている側の方ですね、はい、が、まあ、女性2人で車を運転しているところなんですけれども、はい、非常にその動画の中でですね、うん、怖いと言っているというような状況で、でもうなんかこの様子を見ているとですね、うん、その市議の方がこう指を指して車の外からなんか言ってるんですよね、うん、で、よく聞いてみると、あなたよく見ますけどねみたいなこと言って、でなんかこうちょっとニヤニヤしてるんですね。怖い、そういうのがまた怖い。怖いんです。すごく怖いんです。ちょっとニヤニヤするとまたさらに怖くなる。で、実はこれ恫喝を受けた側の女性2人というのがですね、はい、立憲民主党の静岡県連の、まあ、お手伝いさんといいますか、はい、で運転していた車というのが、政党が所有する、うん、いわゆる街宣車なんですね、はい、で、いわゆるなんて言うでしょう、選挙中なんですが、自分たち の, その政策をこう街頭でこう流しながら、訴えながら走っているというような活動をしているところだったんですね、うん、で実はこの動画の30分とか40分ぐらい前にも、はい、実はこの市議が高橋市議が、うん、はい、実はちょっとまた問題行動をしておりまして、うん、はいはい、どうもやっぱその同じ街宣車に対して、その時は高橋さん車を運転したらしいんですけれども、クラクションを鳴らし、はい、何回か鳴らしたらしいんですね、うん、でその後その街宣車を追いかけていって、はい、でまあ、それもう運転 してるその女性の方はもう、うん、あこれなんか危ないぞっていうのが分かるわけですよね、はいはい、で、2,300 メートルぐらい追いかけられた後にですね、何、うん、ですかという形で、まあ、降りてお話をしたら、うん、どうもその高橋市議がここまで、まあ、しつこくといったらあれですけれども、うん、この追いかけ回したっていうのは、はい、その街宣車がですね、候補者の名前を言っていると、うん、言っちゃダメなんですよっていう指摘なんですね、はいはい、日曜日だからね、その当日だからね、連呼しちゃダメなんでしょ、そう連呼がダメなんですね。実はこの、この街宣車、政党が所有する車なんですけれども、うん、公職選挙法という法律が、はい、いわゆるその街宣車が候補者の名前を連呼してはいけないというふうに規定してまして、うん、はい、連呼はダメなんです。だけれども1回ずつしか言ってないんです。そうだから1回ずつというか誰々の間にちょっと挟めば、うん、まあ OK とされてるんですね。それ結構、ね、そうラインアバウトじゃないですか。だから連呼の定義そのものが、ね、そうですね、曖昧ではあるんですけれども、なんか意識としては、うん、当日はそういう放送もやっちゃダメなのかと思ってたんです私は、うん、選挙当日はダメですよ。でこれは選挙の前の日ですから、7日の投開票の日ではなくて、じゃないです、それの前の日です。前の日ですか。4日ですよ。ああ、はい、それは連呼ダメなんですか。逆に言うと一応ねこれ難しいんですけど政党が所有する車はダメなんです。あ、候補者の、そうなんです、そうなんです、あれはいいわけだ。候補者 自身が持っている選挙カーは連呼していいんです。勉強になるわ。非常に曖昧で難しいんですけ ど、はいはい、でそこで多分
まあ、もともと曖昧なところもあるんですけれども、はい そうですね、その高橋さんはそういうふうに指摘をしたと。でもこれで例えばこうやって恫喝するんじゃなくて、別に気になったら選挙管理委員に言いに行けばいいじゃんっていう、そうするととてもとても綺麗に、あ、そうでしたねってお互いも反省する部分もあるかもしれないですけど、だからこう今さらにね、煽り運転とかでめっちゃ問題になってるじゃないですか。そうなんです。そこでこれをやってしまうというのはちょっと浅はかですね。立憲民主党のその政党の車に仮にまあね、多少そういう落ち度があったとしても、うん、こう車でね、煽ってクラクション鳴らして降りてってこう恫喝するというのは、もうそこでもダメですよね。まあ、ちょっと明らかにね、やりすぎだという感じはしますよね。選挙管理委員会に、まあ、もちろんその法律 の規定はですね、はい、立憲サイドもかなり、しっかり把握した上で気をつけてやってはいたというような話なんまあでも連行はしてないんだ、ね、そうらしいんですね。まあまあ、いずれにせよやり方がちょっとあれだろうと、はいはい、うんうん、そうですね、まあ、これはね、これ実はでも高橋さん、はい、僕は話聞いたんですけど、まあ、大体事実は認めたんですが、そのなんて言うんでしょう、まあ、威圧感を与えたんだったら申し訳なく思いますと、はい、だけどそれは受けた方はどう取るかですよねと、うん、セクハラとかパワハラと一緒ですよね。でそこまで言わなかったら ね、なんかそうそう申し訳ないまでだったら、まあまあっていう、うん、おーってなるんだけど、その先のことを言わなかったらいいなって思いますね。まあ、彼父さんがもともとやっぱり御殿場の市議会議員で、あ、はい、で前回の選挙2016年の1月下旬だったんですけれども、いわゆる候補者全員当選するという定数ぴったりの無投票ですね、無投票当選、はい、割と苦労をしていないといえばしていないような方でもあるということです。まあ、恫喝はよくない、選挙管理委員会に行ってくださいですね、とにかくね、はい。さあ、そして最後の話題はこちらです。白鵬が前回優勝の時に3本締めを行ったということなんですが、これが非常に、ね、問題にもなりました。そうですね、はい、はい、このことについて書いてますね、はい、でその三本締め、まあ、観客千秋楽の優勝インタビューの最中にですね、こう観客に三本締めをまあ促してですね、やったんですけども、その行為がまあ横綱審議委員会なんかでもまあ問題視されて、こういくらねその優勝した横綱といえどもね、まだその場所は終わってないんだと、はい、正確に言えば、でそれをその一力士としてね、そのなんか三本締めをするというようなことは、まあ、あまりにもちょっとこう違うんじゃないかということで、はい、まあ、横綱審議委員会も問題視していたもんでいたんですけども、実はその後ですね、3月28日にですね、はい、相撲協会の理事会が行われたんですけどもね、そこにその白鵬とですね、師匠の宮城野親方が呼ばれて、はい、まあ、聞き取り調査をされたんですよ。まあ、なぜそういうことをしたんだということを、はい、まあ、それはまあもう広くメディアでも報じられてるんですけども、実はその理事会の中でですね、うん、白鵬がもう八角理事長に大目玉を振ってたというのが分かったんですね、うん、まあ、それがこの記事なんですけども、うん、はい、とにかく実はもうご存知だと思いますけど、白鵬はですね、その2017年の九州場所でも優勝インタビュー中にですね、万歳三唱やりましょうつって言って、あの時もまあね、横綱審議委員会も含めてその、まあ、雷を落とされたんですけども、はい、まあ、それに続く、まあ、今回の三本締めなんで、さすがにその八角理事長もですね、はい、一体何考えてんだということで、うん、まあこうたまりたまったものがあったんでしょう、うん、その理事会のその席上でですね、その今回が初めてじゃないだろうと、前回も注意したのにね、はい、全然反省してねえじゃないかということでですね、うん、相当こうきつい剣幕でですね、怒鳴りつけられたと、はい、でそれをまあ当然まあ他の親方もいたんですけども、その親方連中がですね、うん、うわってもうこう引いちゃうぐらい の、うん、怒鳴られ方だったらしいんですよね。はい、はい、まあ、出席者のうちの一人に話聞いたらね、多分白をあんなに人に怒られたことがないんじゃないかっていうぐらいこの方ね、ちんこちにやられたという話なんですよね。でやっぱり八角理事長としてはですね、まあ、相撲協会のトップですから、その、まあ、江戸時代から続く100年続くですね、その相撲文化伝統をまあこう今後も継承して大事にしていかなくちゃいけないっていう意識がまあ特に強い、はい、人なので、うん、そういうものに対するこうから逸脱する行為を、まあ、白鵬が繰り返すので、はい、もう、
いよいよこれはっていうことだったと思うんですよ。で、まあ、本来だったらですね、はい、その師匠のね、宮城の親方が、ね、まあそもそも厳しくね、はい、指導してこういうことがあればその注意すれば済む話なんだけども、うん、まあ要するに言えないんですよ、はっきり言ってね。でやっぱりね、あの各界ってその結局番付至上主義で、はい、宮城の親方はですね、まあ力士時代に実績がないので、はい、白鵬をやっぱり怒れないんですってね。結局元横綱とか そういう形で皆さん覚えてるわけじゃないですか。で今その相撲協会にの役員でいる人で横綱って2人しかいなくて、うん、八角理事長元横綱北東海と、はい、元横綱大野国水津、そう、水槽方、柴田山広報部長ですねの2人しかいなくて、はい、結局やっぱりその現役時代の番付格から考えるともう八角さんと柴田山さんしかこう、はい、注意できないし、またその怒られる側も聞く耳を持たないというような、はい、まあ、こう番付社会なんで、うん、今回八角さんがですね、まあ、理事会の、はい、まあ、みんなの前でですね、ごちごちにちょっとやっつけたという話なんです、ね、これ結構貴乃花がまだいたらどうだったんだろうとかね、うん、考えたりしますよ ね、まあ、彼もね、大横綱ですからね。そうですね。で彼は、まあ、協会在職中に確かに白鵬の、はい、まあ、勝ち上げ、まあ、事実上のエルボーとか含めて、はい、 その取り口自治体にも、はい、貴乃花は、ね、まあ、よく思ってなくて、はい、何度か苦言を呈したということもあって、はい、まあ、八角理事長としても同じ気持ちでね、やっぱりその取り口も含めてやっぱりこれ以上その最高番付の横綱があまりにもそう風紀を乱したり、うん、そういう、まあ、増長していくとですね、はい、やっぱり相撲、大相撲自体の、うん、問題にもなりますからね、はい、まあ、ちょっと遅いなっていう気もしますけども、もっと早くね、はい、厳しくやってればそうです、ね、っていう感じはしないでもありませんけどね。じゃあ、湿ったりしたらダメだよっていうことで、ね、教えてる人がいるのかっていうことも問題になってましたけど、うん、でも万歳参照した時点で怒られてるんだから、うん、いい加減に気づけっていうところありますよね。そう、まあ、相撲ってそのね、やっぱりエンターテインメントもあるかもしれないですけど、基本的に神事だから、うん、っていうことをまた改めて今回の報道で気づいた方も多いと思うんですよね。そういう、こう文化とか成り立ちもきちんと、はいはい、あと理解 してもらわないと、はい、まあね、赤星さんは、まあ、モンゴル出身の方ですけども、はい、まあ、日本で相撲を取ってるわけですから、はい、そういうような、まあ、歴史とか含めてですね、うん、やっぱり、まあ、今更っていう話ですけども、うん、はい、きちんと理解させた上で、そうですね、やらないと多分この伯さんがですね、まあ、雷を落としましたけども、はい、1回か2回なんかやりそうな気もしないでもないですよね。そして誰がそれを教えるんだろうって、ね、うん、そうですね、そこら辺がね、また面白いところでもありますね、うん、はい、ということで今回は、豊洲の話題と自民党市議の恫喝動画について、大船渡の佐々木投手について、そして白鵬の三本締め問題ということでお話をいただきました。来週は暖かくなるといいなと思っております。ぜひ日韓県外を片手にお過ごしいただければと思います。今週この辺で失礼いたします。ありがとうございました。